ドイツへ旅行に行ったんだ。友人と中央を旅行した時のこと。ローテンブルクに行った時、俺と友人はマルクト広場近くにある菓子屋の前のショーウィンドに飾ってあったシュネーバレンって雪玉みたいなお菓子を見ていた。うまそうだなーって。話してると突然ドイツ人のおっちゃんが俺らに話しかけてきた。友人が言うにはシュネーバレンの説明をしてくれていたみたいなんだが、俺は突然のことだったので呆然としていた。話し終えて静かに立ち去っていくおっちゃんに一応ダンケとは言っておいたが、ドイツ語もっと事前に勉強しとけよかった。で、夕日が暮れてきて夜の帳が下がる街並みを写真に収めていると、後ろからゴンゴンという音が。なんだろうと思って振り向くと、窓を隔てたバーの中にビールっ腹のドイツ人のおっちゃんが4人、ビールジョッキを手に超笑顔で手を振っていた。俺もとっさに振り返す。ドイツ人のおっちゃんの可愛さは異常だと思った。そんで次の日の朝も街を散策していたら、ドイツ人親子に遭遇。小学校に上がっているかどうかのチビちゃんに日本語でおはようございますと言われた時には驚いた。4日目にはノイシュバンシュタイン城に。他の白人やアジア人はオーディオガイドを使っていたんだが、俺らはその横でスピーカーから流れてくる場内放送を聞きながら場内を見学。なんかオーディオガイド聞いてる人の迷惑になってないか心配だった。ウィーンもすごく良かった。やっぱり日本人旅行者が多いのか、結構な確率でお店に日本語訳されたメニューが置いてあった。各国ヨーロッパを旅行して思ったが、日本語表記の看板やらなんやら多いし、マスゴミが言うような日本や日本人が嫌われてるなんてことは全く感じなかったし、なかった。日本のパスポートを見せればすぐに入国出国もできるし、対応も優しい。旅してわかることってたくさんあるんだなって思ったよ。次は台湾に行ってみたい。